皆さんこんにちは。狂人 M のマサです。京都鉄道開拓期、30回の節目は久しぶりの解説編です。京都鉄道開拓期といえば、今いる京都中央駅をはじめ、たくさんの巨大で美しい駅が存在しますよね。異論は認めません。地下にある現代的な駅や、海辺の流線形の建築はモダンに美しい駅も、風光明媚なお吊り橋も、多様なコンセプトの駅がある京都鉄道開拓期ですが、それらの多くは、実は現実世界に存在する駅から着想を得ています。今回の動画では、そんなマサの発想プロセスをご紹介、いかにして京都ワールドが作られてきたか、3年間の歴史を振り返りながら解説していきます。京都鉄道開拓期、本編スタート。さて、最初は冒頭にあった京都中央駅。ワールドの象徴とも言える駅ですね。この駅の流線形屋根のモデルとなったのは、こちら、大阪駅の大屋根です。少し形は違いますが、基本的に大屋根のコンセプトは大阪駅から得ており、あの壮大さがよく再現できたと思っています。そして、この木の床と明るい屋根のコントラスト。このカラーリングと雰囲気は、南町田グランベリーパーク駅です。この駅も開業時に訪れて以来すごく印象に残っていて、開放的な空間づくりはこの駅を参考にしています。色使いが似てるのわかりますか？さて、それでは、京都中央駅を後にして、京都都市鉄道中央線に沿って下っていきましょう。京都中央駅が高台にあるのがよくわかりますね。駅を出ると線路は高架です。さあ、見えてきましたよ。京都都市鉄道中央線駅番号 CC2、日鍋駅です。2面4線の高架駅で、メトロアメジストラインとの分岐駅です。この駅は鉄格子が効果的に使われていますが、今見ると改札階のデザインはちょっと手直ししたよ。さて、そんなこの駅の参考にしたのは、京王電鉄が進めている高架化事業での、千歳烏山駅デザインのイメージパースです。千歳烏山駅は格子状のデザインが採用されており、マイクラの鉄格子で再現してみたくなりました。京王線の高架化にはまだまだ時間がかかりそうですが、一足早くマイクラで再現できましたね。ちなみに、この先でアメジストラインが地下に潜りますが、ここで参考にしたのは京王線の笹塚駅ではなく小田急線の代々木上原駅です。内側2線の千代田線が地下に潜っていくんですよね。東京の西の郊外に住んでいるので京王と小田急は結構参考にしてます。それでは日鍋駅を過ぎて、京都都市鉄道中央線自慢の福福線区間に入ります。すると見えてくるのがこちら、亀の甲羅のような山が近くにある吉光山駅です。この駅は地上駅ということもあって、かなり和風な雰囲気ですよね。この駅ホームのデザインで参考にしたのはこちら、小田急線の三宮橋駅です。木の柱とかが似てるのわかりますか？木の柱、木の屋根、石のホーム、和風な感じですごく良いですよね。このような駅の木質化リニューアルは、東急線の戸越銀座あたりでもやってるはずです。福福線区間、やっぱり壮大ですね。続いて見えてきたこちらは、かつての建築解説編で実際に作った、そう、赤林駅です。この駅はアーチ状の屋根が印象的で、都会的な福福線高架駅の、趣がありますね。そして次に現れる、こちらの南万寿駅も、材質こそ違えど、ほぼ同じ作りです。ここの2駅も、やはり小田急を参考にしており、イメージが最も近いのは、こちらの、
小田急線の北見駅とかじゃないでしょうか。小田急の福福線は、内側が急行線、外側が観光線となっており、こちらの京都都市鉄道中央線も同じ構造を真似ています。4線をまたぐ巨大なアーチは普段からかっこいいなと思っていて、京都鉄道開拓期では2駅も取り入れてしまいました。南万寿駅を後にすると、おっと、以前 MAD 作りの際に複製した駅舎が見えてしまいましたね。改めて、南万寿を後にすると、こちらで京都都市鉄道銀海線が合流。ここの配線、なんかおかしいので作り直したいですね。さあ、こちらは主要駅の吾妻原駅です。ここも何かの駅を参考にしたのかと思われたでしょうが、実はこの駅には、明確なモデルが存在しません。クォーツと黒ガラスを並べていたら、思いのほかかっこいいことに気づき、それをそのまま駅にしてしまったというのが実情です。さて、ということでここではあまり話せることがないので、次に行ってみましょう。吾妻原を抜けると列車は雪原地帯へ突入しますね。すると見えてくるのがこちら、白くて美しい巨大高架駅、氷川中駅です。この駅は、屋根をあるものからインスパイアされています。それがこちら、マイクラ鉄道系ヤウチューバーの先駆者、チキンステーキさんの駅建築です。この人は屋根をこのように1マス置きに置く手法を発明しており、現代的で日が差し込む感じがすごく良いです。そこで、氷川中駅でも屋根の装飾に取り入れてみました。そして氷川中駅を過ぎると、列車は老樹地帯に突入。ここはワールドでも有数の観光地ですね。そんな中、次に出てくるのが、老樹観光の拠点駅、伊手の木駅です。ここの駅名の読み方は我ながら気に入ってるんですが、このキノコ牛の雰囲気もなかなかいいですよね。昼も夜も美しい。この伊手の木駅のモデルとなったのは、先ほどの火鍋駅に引き続き、京王線の高架駅完成予想図から、露化公園駅を参考にしています。ちなみにこの狭い階段は高田の馬場駅と山口の感じです。露化公園駅のデザインでは、キノコ牛で駅の全面を囲っており、マイクラの柵で表現するのにとても適したデザインでした。しかし、これが本当に実現したら素敵ですね。伊手の木駅を過ぎると見えてくるのが、白いお吊り橋。そう、南浜大橋です。このデザインは結構好評をもらうことも多いんですが、これはわかる人もいるかもしれません。そう、瀬戸大橋です。瀬戸大橋といえば、世界最大級の海上吊り橋。日本を代表するこの建築から、塔のデザインなどは大いにインスパイアされています。南浜大橋も 1km ほどの長さがあり、ワールドを代表する建築の一つです。そしてその名を冠する駅が、こちらの南浜大橋駅。実は、この縦向きアーチの独特な構造は、自分で考えて編み出したもので、最初期にしてはよくやったなと我ながら思います。そんなこの駅で、実在の建築から影響を受けたのは、外壁にランダムに取り付けられたシーランタン。これは高架化後の南武線稲城長沼駅から着想を得ました。壁のランダムな装飾、おしゃれですよね。この駅はそう、中央線と南浜線の2階建てホームになってるんです。1階でも開放感を失わないよう心がけました。では、ここからは南浜線の駅を見てみましょう。南浜大橋駅を過ぎると一気にカーブ。
海岸沿いの風光明媚なエリアを進みます。そして見えてくるのが海景館駅。この駅は海底神殿素材を活用したアーチが印象的。これは何を参考にしたかというと、こちら、小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅のホームです。片瀬江ノ島駅は竜宮城をテーマにした駅舎が魅力的ですが、実はホームも海らしいデザインで素敵なんですよね。海谷愛田駅も海らしい現代的な駅になりました。この駅、改札階もサンルーフになってるんです。では、次行きましょう。ちなみに南浜線には延伸計画もあって、片瀬江ノ島駅舎を参考に海底神殿を地上に引き上げた神殿駅舎を作りたいなと思っています。江ノ島線は海沿いの開拓の参考になりますね。さあ、そして見えてきたのが南浜客船ターミナル駅。チキンステーキさんもここから上陸したワールドの海の玄関口です。これは何のデザインを参考にしたかというと、こちら、お台場の東京国際クルーズターミナルのデザインです。流線形の屋根がよく似てるのがわかりますよね。とはいえ完全な模倣というわけでは当然なく、ラピスラズリの青屋根と光鳥は私のオリジナルです。ワールドの玄関口は豪華で壮大なのがいいですよね。このように内部には入国審査の設備も完備。駅とは綺麗な通路で結ばれ、容易にアクセスできるようになっています。大型客船が接岸可能な駅と CIQ を備える現代型桟橋ですね。この辺り、初期の動画で公開したエリアですが、覚えてる方はいらっしゃいますか？京都鉄道開拓期は初めてから3年以上が経過していますが、今でも初期の建築がなかなか良いなって思うんですよね。では、再び京都都市鉄道中央線の郊外区間に戻りましょう。南浜大橋を越えると、列車は熱帯雨林地帯に入ります。そして見えてくるのが次の駅、木の巨大高架駅盤樹駅です。ここは京王相模原線の駅あたりから影響を受けています。写真は京王長山駅ですが、相模原線の駅はどこも立派な高架駅で、ホームにはアーチ状の大屋根があります。そして柱が濃い茶色で屋根が薄い色、これも盤樹駅と同じなんです。京王相模原線、全線高架のすごく立派な路線で好きなんですよね。さあ、列車は駅内唯一の目先帯へ。黄金峡駅に到着です。黄金峡駅、実はこのワールドでは最初に作った駅で、巨大で現代的な都市を作るというコンセプトに合わせて力を入れました。この黄金峡駅は何をモデルにしたかというと、実は香港地下鉄の駅です。私は一度コロナ前に香港へ旅行したことがあって、その時、香港のビル群とか地下鉄がすごく現代的でかっこいいなと思ったんですね。ガラスのスクリーンホームドアもあってなかなかかっこよかったので、地下駅に採用してみることにしたんです。続いてやってきたのはこちら、銀海線の下竹崎駅です。最近ラピスオーシャンラインも接続しましたが、銀海線ホームは海底神殿素材の高架です。これは何を参考にしたかというと、やはり香港地下鉄の天水駅です。この駅は青のチューブ状の構造が印象的で、海らしい下竹崎駅の建築では大いに参考にしました。それでは下竹崎駅出発。銀海線を下っていきましょう。見えてきたのは戸ヶ林駅。ここの駅は、確か作った時に紹介したはずですね。これまでの駅と異なり、一
村の駅をそのまま模倣しているものです。確か作った時にも紹介しましたよね。 DX の万博記念公園駅です。デザインをなるべく忠実に真似てみました。マイクラっぽい建築ですよね。つくばエクスプレスも比較的最近できた路線なので高架駅作りで参考になるとこがたくさんあるんです。さあ、見えてきたのは碧林原駅。ここは駅名募集で付けたかっこいい駅名ですね。ここもやはり DX の駅がモデル何駅かわかりますか？正解はこちら、三郷中央駅です。ここは青の縦アーチ屋根、そっくりですよね。建築に青って、なかなかないんですが、爽やかで海にも雪にも合うんですよね。さあ、そして列車は終着の白露橋駅へ。ここは一気に森林の雰囲気になりますね。この駅はどこを参考にしたかというと、駅舎の外観を見た方がわかりやすいですね。そう、奥多摩駅です。重厚で木質な駅というコンセプトは、奥多摩駅そのものだと思っています。ここは京都鉄路草原線の終着駅ですが、草原線自体が、かなり青梅線の青梅性を意識して作っています。この通し林の中を駆ける感じ、ロマンありますよね。さて、それでは一度、途中の天台山駅で降りてみましょうか。この駅は構内踏切がある小柄な駅。草原線のデフォルトですね。これらは昔の私鉄によくあった駅をイメージしています。写真は都内に残る数少ない構内踏切亀井戸水神駅ですね。路線により、巨大でモダンなものから自然で昔ながらのものまでいろんなコンセプトがあります。さて、続いてやってきたのは、海のローカル駅青海崎駅です。ここは何を参考にしたでしょうか？これはもちろん鎌倉高校前です。考えてみたら、ホームから海が見える駅は作ってこなかったなと思って、草原線で実現させました。オーシャンビュー、良いですね。さあ、ここまで京都鉄道開拓期で作ってきた様々な駅を題材に、それらがどこを題材にしているのかご紹介してきました。何かを作るときには、もちろん独創性や自分らしさも大事ですが、先人たちの積み重ね、良いものを取り入れて時には真似することも非常に有益です。どんなに優れたイノベーションでも8割は模倣で2割が創造だと言います。京都鉄道開拓期では、既存のものを大いに参考にしつつも、まさなりのオリジナリティもたくさん出しているつもりです。私の建築も、誰かの参考になってたらとても良いなと思います。発想の種って本当にいろんなところにありますからね。さて私はさっきから何をしているかというと、最後にご紹介するものを、あ、見えてきましたね。そう、白樺国際空港です。白樺国際空港は、現代的なターミナル密を備える巨大空港。そのコンセプトは、やはり現実世界の空港を参考にしています。この鉄骨屋根と白い幕の組み合わせ。そう、関西国際空港です。関空の大屋根、これは日本で最も豪華な空港建築と言われています。ここではその要素を十分に取り入れつつ、マイクラでさらなる未来感を出してみました。
すぎても美しいですね、自画自賛。制限エリア内の鉄道も関空インスパイアです。ボーディングブリッジも実際の空港と同様に、機内は中型機の MD シリーズを参考にしています。最近の空港は、出発と到着が別フロアですが、白樺国際空港もそれに準拠。この屋根が見えるの良いですよね。ということで、今回は第30回特別企画、京都鉄道開拓期で参考にした駅を一気に紹介してきました。先ほども少しお話ししましたが、発想の種は本当に意外なところにあります。現実世界の建築を参考にするもよし、自分の完全オリジナルにするもよし、マイクラは自由です。自分が良いと思うものを作っていきましょう。ちゃんと次回の建築も進めているので、皆様チャンネル登録高評価をお忘れなきよう。京都鉄道開拓期でお会いしましょう。